どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日は、この度 G ラボとガズレレからリリースされたこの斬新なエレクトリックウクレレ G ソリッドについての濃厚解説動画第1弾をお届けしたいと思います。1弾ということはこれからですね、ちょっとこれ面白いんでものすごいシリーズでね、解説動画を撮ろうと思うんですけど、まずねリリースされたばっかということで基本的な部分の解説をしていきたいと思います。この G ソリッドなんですけど、この斬新な形の V モデルの他にもう1個ありますね。こちらじゃーん、これをかっこいいでしょ。なんかこっちのは可愛くて渋くてね、こっちはいわゆるエレキギター前とした、ちょっとねこの雰囲気があるんですけど、こっちのモデルはね GJ モデルということで、こっち GV モデルですね。この2つのね、ラインナップが今ひとまずはこうリリースされて予約スタートになってるんですけど、ちょっとねこの2つの、楽器のね共通スペックを言っておきます。両方ともコンサートサイズの大きさです。ネックの長さとか弦はですねコンサートウクレレと同じなんです。皆さんもし、ご自身のウクレレをお持ちの方、コンサートウクレレお持ちの方全く一緒で、チューニングも全く一緒なんですけど、1点ちょっと違うところがあって、まずね、あ1点じゃねえな、2点だな。1個目見て、これここに真ん中にいつもここ穴開いてるじゃないですか。普通のウクレレってこういうところにこれ穴開いてないんです。なぜかというと、これはエレクトリックウクレレで、ここの中に入ってるねピックアップという電気信号を拾うことで、こういうアンプを通して音を大きくして、そうやって楽しむ楽器ということがまず1点です。そしてこの2本の共通のスペックとしては、ロージーといってですね、ちょっと見てもらうと分かるかな、この4弦がですね低音弦がね太いんですね。はい、それがちょっと特徴です。このロージーについてもちょっとこの後また解説しますけど、今はちょっととりあえずロージーという弦がね4弦を張ってあるよということを覚えておいてください。そしてここになんかつまみが2つついてるんですよ、両方とも。はい、これはボリュームとトーンということで、なんじゃそれということで、こういうのも共通なんですね。これ2つのスペック、ボディの形は違いますけど、この弦のと共通のスペックはそういうことになっております。ボディの形が主に違うと覚えておくといいと思います。はい、そしたらですね、ちょっとどうせだったらこっちのね、とんがった V の方が面白いかなと思って、こっちで解説を進めていくことにしましょう。はい、じゃあこれどんな面白いことがあるのかとざーっと言うとですね、これはエレクトリックウクレレなので、ちょっとね今まで皆さんがお持ちのね、まあこういうウクレレとかとちょっといろいろ違うことがあるんですけど、ざっくり言うとこの電気信号でこうアンプっていうねこのものを通してやるっていうことで、いろんなね効果音、つまりエフェクトという音を、かけられて、ちょっとそれもこの後ちょっとだけ説明していきますけど、いろんな可能性が広がりますと。そして、あとメロディーがすごい際立つんですよ。このピックアップでこうアンプで拾うと。そのメロディーを弾くときにすごくいいと。例えば有名な曲のイントロとかを、ちょっとこの後もね、デモ演奏しようと思いますけどね、そういうのがすごく際立つぞということを、まあ、お伝えさせていただきたいと思います。はい。じゃあもうどんどん解説していきますけど、このね、エレキウクレレ G ソリッドなんですけど、はい。穴開いてないってさっきも言いました。じゃあどんな音するのかと。じゃあ今アンプにつながずにですね、アンプつながずにちょっとこれだけで弾いてみましょう。 C を弾いてみます。 F G7 Am ちょっと弾いてみますね。音がですねほとんどもうここだけしかなってる、ちっちゃいんですね音が。これだけだとアンプにつながないと音が小さいです。これがポイントです。じゃあちょっと普通のウクレレと音の比べてみましょう。はい、これ今普通のガズモデルです。すごくない？音がすごくいいですよね。はい、あ、これも今ね、販売予約受付期間になってますんでね、概要欄に貼っておきます。G ラボの、ホームページでこれちょっと確認してください。ガズレレ G ラブのすべてのモデル、販売と予約受付期間中ですからね。はい、普通のウクレレだとこんなに音でかいんです。リッチなサウンド。まさに音が大きいのが G ラボウクレレ特徴ですからね。めちゃくちゃ響いてます。それに対してじゃあこっちのね G ソリッドはどうかというと、全然響いてないじゃん。これ大丈夫なのって思うかもしれないんですけど、大丈夫なんです。ここに繋いだらそれがわかります。でその前に繋ぐ前に。この音が小さいっていうことにものすごくメリットがあります。それは何かというと、夜遅くに練習したいなという時にこのウクレレで、この今のこのガズモデルとかでもう16ビートのこれ夜やっとったらちょっと迷惑かなとか、あと家族からねちょっとうるさいなって言われてるとか、アパートに住んでて隣と人が聞こえてるんじゃないか心配みたいな方、まさにこれすごい消音効果ですから。
いいでしょ。この音が小さいのがいいんですよ。だからこれでいろんな練習できます。ストロークの練習で家でガズレレ動画見ながら練習したいとき、これであえて何にも繋がずに練習する、これが一個のですね、小音ウクレレとしてのものすごい価値がありますと。はい、じゃあですね、まあそれはもう皆さんも今聞いていて分かったと思うんでね、進めていこうと思うんですけど、次はですね、はい、繋いでみましょう、アンプに。このアンプ、皆さんこの動画見てくれた G ボックス、このアンプね、ガズレレ G ラボで今回またこのウクレレと一緒に、G ソリッドのウクレレと一緒に、新しく予約がスタートになった、ウクレレ専用アンプを作っちゃったんです。すごいでしょ。これに合わせてます、完全に。はい。これを、まずこのね、アンプの動画を説明見てからこれ見てもらった方がいいかもしれないですね。なんでちょっと概要欄にも貼っとくんですけど、まずアンプの説明見てない人はまず見てください。じゃあ見たということでここから説明していきますからね。はい、そしたらですね、はい。ジャックを、ね、ケーブルのジャックを、ここについてるんですよ、この V のモデルは。面白いとこについてますね。ここにこうやって刺すでしょ。刺すときは、もちろん、アンプの電源は切る。ボリュームはゼロにしとくか。はい。刺しました。じゃあ、音量じゃねえ。電源入れてみます。入れた。今は、エフェクターかかってない状態ですね。やってみましょう。どうですか？コーラスエフェクトをちょっとかけてみましょうか。いきます。気持ちいい。もうね、すげえ気持ちがいいです。はい。今はこれ、アンプに、入れて、コーラスをかけたという音になっておりますが、どうです？これちょっとアンプの電源切ってみます。じゃあ。切りました。これが、このちっちゃいなんか響いてないような音なんですけど、通すと、いいでしょ。はい、今みたいにおしとやかでもいいし、まあ例えばこの茶の音もしっかり、こんな感じで大きく、まあこれイコライザーでね、いろいろ音の調整なんかして、さらにね、自分好みの音をメイクできると思うんですけど、あ、こういう風に使っていく楽器なんですね。面白いでしょ。だからこれを入れるか入れないかでも全然違う楽器の雰囲気なんですけど、じゃあこっからが面白いところです。あ、そうだ、その前にですね、さっきもちょっと説明したこの4弦がね、太いロージーだぞっていうのをちょっと説明したいと思います。じゃあちょっとメロディー弾いてみましょう。いきますよ。今なんとなしに弾いたんですけど、覚えておいてください、このメロディ。ちょっと違ったかな。まあとにかくこれ覚えておいて。で、じゃあ片や普通のウクレレで今のメロディを弾いてみますと、はい、今4弦、ウクレレって4弦が高いんですよね、1オクターブ。もう一回弾いてて、最後でで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 だだだって音階だったじゃないですか。はい、このロージーで、弾いているウクレレだと、ロージーが貼ってあるウクレレだと、要はこの4弦がですね、1オクターブ低いんです。そうすると何が起こるかというと、この低音から高音までが、みたいな感じで、すごい低音が出るんですね。それがこのね、このアンプを通した時に、この低音がすごい気持ちいいわけ。わかる？この低音の。はい。これ
がロージーの弦の特徴なんですね。なんですけど、このじゃあ普通のウクレレでもロージーがもういいんじゃないかという声が聞こえてきますけど、もちろんそれでもそういう方もたくさんいらっしゃるんですけど、ガズはですね、この本来のこのウクレレの弦の並びが好きで、なぜかというと4弦が細いからウクレレっぽい軽やかなね、なんかこうパキッとした音になるんですよ。例えばこの4弦が、これがね、このウクレレならではのね、可愛らしい音色、コロコロした雰囲気を出すんですね。ロージーで、やるとまたちょっと雰囲気が違っちゃうんですよね。ちょっとね、低音がやっぱ強いんで、迫力あるというふうに言い換えもできるんですよ。まあ好みだと思いますけど。で、あとね、このエレキウクレレだと、さっきも言ったけどメロディーがすごい際立つからね、こういう時に低音でに弾くときにすごく便利で、音域が広がるっていうことでロージーを採用してます。それはこっちのね、こっちの GJ モデルでも一緒ですからね、ロージーが貼ってあります。はい、じゃあですね、どんどん解説をしていきます。何が面白いか、ズバリ言っていきましょう。このアンプの動画でも言いましたけど、今もね、ここコーラスという効果音エフェクトがかかってますよということなんですけど、こっから発展系としてですね、もういろんなものがあるんですよ、世の中。これは皆さんウクレレやってる方はね、もう結構初めて見るという方もいると思うんですけど、エフェクトというね、機会がよくあるんです。よくっていうか、皆さん例えばミュージックステーションだとか、いろんな方のコンサートとか行って、ギタリストの足元見たら、なんかよくわからん機械がずらっと並んでたりするの見たことないですか。足元でこれ足でなんか踏んだりして、そういうのをね、エフェクターっていうんです。そういうのをですね、なんと皆さん接続できるんです。このアンプと楽器の間につなぐの、例えばこういうものがあったりします。これはですね、もう本当にこの世界はね、もう一個の沼なんですけど、で、ガズレレではね、ひとまずアンプがリリースされてますけど、今後ね、こういうね、エフェクトの機会も出していきたいなというふうに思ってるんですよ。ちょっと今日は、本当にざっくりですけど、どんな音が将来出せる可能性があるのか、まずやってみましょう。一個はこれ。エレキギターみたいじゃないですか。これはですね、ディストーションとかオーバードライブとかって、ギターソロやあれですが、ギャーってこう、あれをできるんです。まあだけど、まずはですね、これ発展系の話ですからね、まずは最初の、この、今 G ラボからリリースされているセットではこの音はできないんですけど、その効果音を出すものをゲットすれば、いずれこういう風に拡張できるってことですね。あといろんな音が出せます。ちょっとやってみますよ。今、接続しているんですよ。今は何にも接続してない状態です。ここのアンプのコーラス機能も切っときます。ほら、今はナチュラルな音です。ここにエフェクトを加えてみると、こういうのができます。こんな感じ、ほら、面白くない？これディレイって言うんですけど、そうするとメロディー弾いてみると、みたいな感じで遊べます。はい、これディレイ、こんな感じでいろいろできるんですよ。あとはトレモロとか、いろいろね、機能がね、このエフェクトというのをいろいろこう設定すると、いろんな効果音が出せるという、今後の可能性がすごくあるということで、まずこの辺のこともね、ちょっと今後ね、G ソリッドウクレレの説明の中でもちょっとね、していきたいなと思うんですけど、まあ、つまり、ここで言いたいのは、拡張機能としてエフェクターといういろいろ機械をつなげて、もう思い通りのこういう音を出してみたいみたいな音が出せるという、こういう面白いゲーム感覚もありますという。そして、このガズレレ G ラボでリリースしている G ボックスのアンプには、コーラスというエフェクトは、もう一個すでにこれ内蔵されてますからね。さっきもこの間も説明したように。これだけでもすごく、いい効果。もう広がりを感じる。このうねりが入るだけでね、もう最高、気持ちがいい。ぜひこんなのもご参考ください。はい、そしてこのエフェクトなんですけど、じゃあ、このね、いわゆる普通のこのサウンドホール穴が開いているアコースティックのウクレレだと、エフェクトはなんでかけられないんですかっていう話もあると思うんですけど、これね、かけられるんですけど、さっきみたいにエレキギターみたいに、こういう音あるじゃないですか、こういう音。こういう、ちょっとこう、
激しめの音をもし出したいなっていう時になると、この間のウクレレの解説動画で見たけど、ものすごい勢いでハウリングが起きてしまうんですね。なので今みたいにあのエレキギターのギャーみたいなのをやりたい人だと、ちょっとこれだと難しい。ギャーピーギャーピーっていうハウリングばっかりになっちゃうんで、なぜかというと、この間も言ったけど、ハウリングってここのサウンドホールとこのスピーカーの間でガーッとこう音がね、ちょっと暴れん坊将軍みたいになっちゃうんで、これだとですね、ここに穴が開いてないから、全然あのそういう要素はもうかなり低いんでね、エフェクトを効果音を、思いっきり楽しめるのはこのあの G ソリッド、エレキウクレレ、こういうものの楽器の方が適してるんですよ。まあまあそこがねすごく大きな特徴なんですね。で、まあさっきから言うように、このメロディーがすごくね、あの、分かりやすいよということで、今日はですね、ちょっとですけど、私の愛するハニーさんと一緒にですね、ちょっとこのどんな感じでやると面白いかセッションをですね、ショートカットでセッション披露したいと思います。はい、ゲストです。登場していただきました、はい、ハニーさん、ありがとうございます、はい。ちょっとじゃあ今からどんな感じでね、この普通のウクレレとこのG ソリッドが混ざるか、メロディーがやっぱいいと思うんですよね、うん、イントロのメロディーとかめちゃくちゃいいんですよ、うん、で今後この G ソリッドを面白くするために、そういう G ソリッドというかメロディー弾きだけをする動画をちょっと増やそうかなと思ってるんですね、うん、その名もガズメロガズメロディーです、はい、いいですよ、はい、G メロディーとか言いましたね、はい、なんで例えば踊るポンポコリンとかも、例えばちょっとピーヒャラピーヒャラってやってくれ、シー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 サビのところ、せーの3はい、みたいなのをこうタブーフで全部洗うね、そういうのもいいじゃん。なんか歌もいいけど、なんか、うん、なんつうの、ガズさんの YouTube の動画に合わせてこのメロディーをこれで弾いてみるとか、その時にこういうのかけるわけよ、エフェクターを。そうするとせーの3はい、みたいな感じで、こう激しめでいきたい人はこういう効果音も使えるかな。まあでもね、この効果音はちょっとだいぶ後でいいと思うけど、まずはね、このメロディーが際立つからね、ウクレレだけで弾くよりは。で、このガズメロディーをもうガズメロをやったとしたら、別に普通にウクレレでも同じですから、基本はね。だからそんな面白みもできるから。じゃあ今日はちょっとデモ演奏で2曲ほどイントロをやってみようかなと思いますね。恋に落ちて、この渋いメロディーちょっとやってみようかな。できるかな。ちょっとさっきね、拾ったばっかりなんで、やってみましょう。ゆっくりめでお願いします。ワン、ツー、スリー、フォー。いいね、こんな風にやると素敵じゃないですか、うん、素敵だね、素敵。ちょっと待ってね、これで、じゃあちょっとこのディレイという効果音を使ってちょっと遊びでやってみましょう、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。はい、これな、こういういろんな効果音でだいぶいろいろ違うでしょ。そう、こういう面白い方が、まあ、今後できるといいなと思っております、うん、で、あともう一曲やる、夏を諦めて、はい、この間夫婦でセッションでやったばっかり、うんうん、いくよ。あ、じゃあカウントお願いします、はい、ワン、ワン、ツー、フォー。名前の音が響けば、あなたの友達、家族、気持ちがいい。これアコースティックのウクレレとこれのね、ちょっとこのうねりが入った、いやこれが気持ちがいいんですよ、うん、これは今ちなみに出てる音はこれ直接何にも間にこのエフェクト、ここに入ってる G ボックスの、内蔵のエフェクトだけなんで、このケーブルと G ソリッドとこのウクレレだけの音ですから今のは。なるほどね、うん、
な感じです。まあ今後だからいろいろちょっと可能性がすごいあるなと思ってて、まずはね、毎週どうしようかな、例えば毎週木曜日とか毎週金曜日はこのガズメロの日ということで、今やってるガズメロ、例えば踊るポンポコネとか乾杯だとか定番曲をタブフと一緒に解説するみたいなのも今後ちょっとやっていこうかなと思ったりなんかもしています、ということでございますと。はい、ゲスト出演、はい、どうもありがとうございました。はい、そういうわけで、ハニーさんのご協力をいただきましてですね、このアンサンブルとか2人とかでやるときとかね、このメロディーの感じとかちょっとご体感いただけたかなと思うんですけど、ちょっと言い忘れてましたけど、このね、ガズ V のこの形どうやって弾くんだろうと思ってね、今見ててもらったら分かると思うんですけど、こうやって押さえたらこうずスルッと向こうに行っちゃって押さえづらい、これね、ここにこうやって挟むんですよ、この V のところ、ほら見て、そしたらすごい弾きやすいよ、すごくすごく弾きやすいんですよ、これ。ほら、すごい安定感。そして、ここにコードがあるの面白いですよね。ここにこう、当たってるわけですよね。だからね、なかなかこれ、こんな形で弾きづらそうに思うかもしれないんですけど、すごく、実は弾きやすかったりします。こっちはもちろん弾きやすいですよ。これも人間工学に基づいた形してますからね。はい。そういう感じになってます。そして、最後にね、一個だけ、まあ、何回も言いますけど、この G ソリッドの解説動画シリーズでね、どんどんお届けしようというふうに思ってるんですけど、この G ソリッドモデルたちを使うと、どんなことがいいかっていうのがまずね、あってですね、それはですね、面白い。これ面白いじゃんっていう面白がりです。ズバリ。これね、本当にね、面白いし、例えば、まあ、一個面白いっていうのあるでしょ。これウクレレなのっていうのがあるじゃないですか。あとですね、まあ、本当に、こんなこと言ったらなんですけど、この V 型のやつがですね、部屋に例えば置いてあったらですね、ウケる。これはウケますよ。皆さん、部屋にこれがこうやってね、こう、飾って、置いてあったら、ね、ウケるじゃないですか。お友達とかなんかこうお客さん来た時に何これってなるじゃん。これはウクレレだよって言ってこうやってね、例えばこうね、なんでもかんでとか弾けるわけですから、はい。これはね、なかなか面白い価値観じゃないかなと思って、やっぱウクレレという枠を超えたウクレレ G ソリッド、はい。この2つのラインナップが、予約スタートにとうとうなりました。あ、で、いろいろ言ってますけど、本来ここにですね、このロゴが入ることになってますからね、ちょっとこれはね、サンプルで、作ったものなんで、まあ、ここにロゴが入ります。このロゴが入りますから、その辺もね、ちょっとお楽しみにしておいていただければと思います。ということで、今日はですね、アンプ G ボックスに引き続きの、このね、これ関連性があるんでね、まずアンプの説明してから今日この動画の説明をしたかったなと。G ソリッドの、解説第1弾動画となりました。ぜひこれね、皆さんご興味を持っていただければと思うんですけど、あ、そうだ、ケースの話をしよう。こっちのね、V 型のケースはですね、ソフトケースになります。なぜかというと、ハードケースにするともうめちゃくちゃでかくなっちゃうんですよ。長いから。でもソフトケースだったら結構ね、コンパクトに収まります。ぜひこっちはそういう感じでございまして。ほんでですね、こっちの、GJモデル、こっちの GJ モデルはどんなケースがつくかというとですね、こんなケースです。見てください、いいですよ。ここに本来またちょっとロゴが入りますけどね、ハードケースです。これもいいケースなんですよ。はい、こうやってこんな感じで、こんな感じでございます。このケースが付いておりますんで、はい、ハードケース付きでーす。あとね、さっきも言いましたけど、ガズレレと G ラボのね、フルラインナップのモデル、在庫があるものは即発送、ないものに関しても予約付けさせていただいて、もうすぐ発送ということで、あとセミオーダーなんかもね、受け付けておりますんで、ぜひね、公式ホームページチェックしてみてください。とはいえ、やっぱり、普通のラインナップエレキじゃない、ガズレレ G ラボウクレレももう最強最高のウクレレたちですからね。これもまあピックアップ付きとか、そうじゃないのが選べたり、フレットのね、長さがどこまであるか選べたりとか、いろいろラインナップありますんで、その辺のことも、ご確認ください。概要欄でチェックしていただけると嬉しく思います。G ソリッド面白がっていく動画をね、これからどんどんね、シリーズ化でまた取り上げていくんで、お待ちください。それじゃあ皆さんよろしくお願いします。バイバイ、楽しく音楽しよう。イエーイ。